ティヌス・オーセンダルプ・バーンハードス・オセンドップ、1916年5月21日から2002年6月20日は、オランダ・デルフト出身の陸上競技選手、1936年ベルリンオリンピックの銅メダリストである。オーセンダルプは、ナチス政権下のドイツで開催された1936年ベルリンオリンピックの100メートルと200メートルの両種目で銅メダルを獲得した。 また、400メートルリレーで3つ目のメダルを獲得を目指したが、バトンを落としてしまい、メダル獲得はならなかった。彼は、アメリカのジェシー・オーエンスらの黒人選手の影に隠れてしまったが、最も早い白人選手としての名声を得ることができた。オーセン・ダルプは、第二次世界大戦前の最後の大会となった1938年のヨーロッパ選手権では、 100メートル、200メートルのチャンピオンに輝いている。第二次世界大戦中オランダはナチスドイツに占領されていた中、オーセンダルプはオランダのナチス組織である国家社会主義党に参加する。終戦後の1948年に彼は戦時中の行為を咎められ拘束される。1952年に釈放された後はリンブルフ州の鉱山で働いていた。 ありがとうございます。